セリフが、君のこと好きになってから自分じゃないみたい、うまく言えなくてごめんねっていうセリフがあるんですけど、それを都築さんやってほしいですみたいな言ったら、都築さんがやってくださって可愛かったんですよ本当に。もうこれ来た人しか分かんないじゃないですか、都築さんのあの時の可愛さは。でも川島の脳裏には永遠に焼き付いてるんですよ。あれ本当に映像化してほしい。もう遅いけど。で、都築さんが分かってるのにごめんねっていうカントリーガールズさんの歌の、最初のところに尾関舞さんっていう方と森戸千咲さんっていう方の、セリフがあって、それをやろって言ってくださって、それも鈴木さんが尾関さんのセリフ言って、川島が森戸さんのあれをセリフを言わせていただいて、でもあれですよね、もう向き合ったらもうやばいですよね、ニヤニヤ止まらないですよね。はい、あとはスマイレージさんの同じ時給で働く友達の美人ママ、合ってるこれ、同じ時給で働く友達の美人ママっていう曲のセリフを言ってほしいって言われて、それを言わせていただいたんですけど、ですね、もう川島はその曲を結構カラオケでも歌ってたし、和田彩香さんっていう和田彩香さんが昔そのスマイレージの時にそのレコーディングをしてめちゃくちゃ苦戦してる動画をずっと見てて、だから曲めっちゃ知ってたはずなのに、なんかもう歌詞とか音程とか全部わかんなくなっちゃって、なんかもう2番歌えなくて、2番歌えないですって言って鈴木さんが歌ってくださって、で川島はセリフだけ言わせていただいたんですけど、なんか川島でよかったのかなって思ったあとすごい緊張したんですよ。だからなんか本当に申し訳なかったなって思いました。もっとやりきれたらよかったんですけど、なんかもう都築さんが横にいるという興奮と、初めてなんかあんなに、あれ、なんかステージで一人で歌うことって、まあ、ないじゃないですか。だから本当にびっくり、なんか何て言うんですか、もう人がいる、どうしようと思ってはっと思ってあ、3000人だって、ありがとうございます。で最後に「狼とプライド」を歌わせていただいたんですけど、もうそれは都築さんが可愛かった。川島のロック画面がずっと都築さんと坂井芽衣さんの狼とプライドの写真で、だからなんかすごい幸せでした。隣で見る都築さんはもうね、なんかね、ここら辺に都築さんがいるわけじゃないですか。可愛かった。え、あれ映像多分ないよね。なんか、あ、そうだ、 C って言うなら、映像多分ないんです、ないですよね。あれ、なんか倉島由美さんが撮ってたんですよ多分。倉島さん撮ってたのかな。多分そう、都築さんが手広げてくださって、こうやって、はい、ごめんなさい、定期的に倒す、焼いてもらえないってか、映像多分誰も撮ってないよね。聞いてるなら倉島さんが撮ってたかなぐらい。
なんかね、だってさ、こうやってさ、好きな人にやられたらどうします？はぁ、幸せ。ね、いつかまた。そう、ハートのさ、これあったじゃないですか。川島全然腰曲がって、腰っていうか全然反れてなかったのと、あとヒール履いてたからなんか身長的にもなんかうまくできなかった。え、悔しいからもう一回やりましょう。やりたいです、川島は。あの、違うんですよ、狼とプライドをやりたいんですよ、とにかく。あー、いつかね、本当にステージ、じゃあなんていうんですか、うん、ステージとかでまたできるぐらいになりたいなって思いました。はぁ、都築さん大好きね。そう、今度はいつかね、ライブとかでもできるくらいに川島がなれば。え、キュウキとはね、誰と、オオカミとプライド、え、あの衣装が似合う人って誰だろう。あ、でもあやちゃんとかやったらやりたいかな。同い年コンビでやりたい、あやちゃん。あとはなんか隣のバナナをやりたい、キュウキ生が多いから、いつか隣のバナナもやりたいですね。そう、あと最後に都築さんに、あの S 公演のアンダー頑張ってねって言われたから頑張ります。あー、いつになるかな、川島が覚えられるのは。頑張ります。そう、隣のバナナはなんかモモにさ、やりたい。モモっぽくないですか、隣のバナナの歌詞。あの、私ってゴミやでもってやつ、めっちゃなんかさ、モモっぽいなと思って、ひなのモモなっぽいなって思ったから、モモとやりたい。わがままの流れ星もやりたい。かわいいよね。アンダーの練習は、そうですね、してはいるけど、でも今はやっぱ青が重戦しないといけない時期だから、青がが、なんていうんですか、誰が見ても、もう S 公演覚えようってなったら頑張ります。わがままな流れ星。竹内七海だ。はい、そして、あ、そう、なんかさ、そう、なんかさ、川島がさ、都築さん好きなのって四期生さんだからみたいな、それだけの理由みたいに思われたくなくて、本当になんかこれは本当に真剣にお話ししたいんですけど、川島は都築さんは四期生さんだから好きなわけじゃなくて、あの、一番最初はあの AKB 調べのガチオタセブンの時に都築さんがツインテールしてるの、ツインテールっていうか二つ結びしてるの見て可愛いなって思って、でなんかもう今はもうなんかね、あの入ってから近くで見たらもう可愛いとかのレベルじゃないぐらい可愛くて、なんかそうそう、前髪がちょっと気持ち悪い。だから川島は都築さんが4期生さんだから好きなわけじゃなくて、4期生さんも好きだけど都築さんという存在が好きなんだよっていうことを本当に言いたい。なんかさ、あのモバイルのレポにもさ、なんか4期生さん推しだからみたいな書かれるじゃないですか。まあそうなんですけど、4期生さん好きなのも本当だし大好きだし、都築さんが好きって、でもそれなんか何て言うんですか、一個人として都築さんが大好きなので、なんかそこはなんかもっとなんか言いたいなって思いました。はい、あ、そう、すぐ泣くところ可愛いですよね。
昨日のサンジャナイユの動画、サンジャナイユずっと聞いてたんですけど、メールを書いたけど送らなかったんですけど、ずっと聞いてて、で、YouTube 見てたんです、YouTube も見たんですけど、ケーキ食べるときに、福士さんの誕生日のケーキがあって、そのケーキ食べるときに、紙ナプキンみたいなのあるじゃないですか、こいつ。なんていうんですか、こういうのを、今田さんがこう入れてたんですよ、ここに。で、それ見てみ、なんか、みんながやってたんですけど、それやってる時の都築さんめっちゃ可愛くて、本当に好きだと思いました。大好きです。はぁ、あ。本当に見た方がいいですよ、あれは。本当に可愛かった。なんだろう。違いますよ。だから起きるのに失敗したのよ。川島も起きてました。本当に。これは言いたい。本当に睡眠アプリ使ってちゃんと寝て起きてるんですよ。可愛かったですよね。これ、ここに入れるときの、こうやってやってる都築さん、めっちゃ可愛かった。本当に、あれはもう、全世界、全人類の人が見た方がいいと思います。大好き。睡眠時間短いのはしょうがない。握手会だもん。かわいい。都築さん大好き。睡眠時間はしっかりとってるんですけど、今日はもうなんかさ、なんていうんですか、もう集合時間があるからどうしても早く起きないといけなくて、で起きたんですけど、気づいたらちょっとこうなってました。ごめんなさい。新幹線で寝たので安心してください。明日は青春ガールズ公演です。2回目の青春ガールズ公演です。正直その練習をしないといけないのに体力がきついです。睡眠したいけど練習しなきゃって思ってます。公園入るよ、ありがとう。明日はそう、ねがいさんと今日は一緒に初めて出れます。先輩と出るのが初めてなので、ねがいさんと一緒に出れるのが嬉しいです。キャッチフレーズは今絶賛考え中で、なんか本当に悩んでしかないです。あ、そして今日北九州のAKB48 さんのジュエルデイズの握手会の名刺を渡し会ありがとうございました。なんかね、裏にメッセージを書いてもいいよみたいな、マネージャーさんに許可取ったら書いてもいいよかったらしいんですけど、それを一切知らずになんか勝手に書いちゃダメだと思ってて、てか名刺自体今日初めて見たので、なんか書く時間もなかったんですけど、なんか本当はなんか前日までに書くのはいいみたいな、マネージャーさんに許可取って内容とかも全部許可取ればいいよみたいな感じだったらしいので、次回からはごめんなさい。そう、なんか悩んだけ聞いたらしくて、そしたらなんかマネージャーさんに許可取ればいいよって言われたらしくて、だから次からは絶対にメッセージを書きます。なんかさ、やっぱさ、ツインテールって落ち着かないね。はい、というわけで次回からはちゃんと裏にメッセージをしっかり書いていきたいと思っています。その前髪さ、すごいさ、ボコボコしてるの面白いよね。あとポートメッセ名古屋、5月1日のポートメッセ名古屋の握手会が明日から3時販売です。あとどれぐらい残ってるのかわからないし、
なんかもう完売の子がいる状況なんで、いるんですけど、川島のはまだ販売されるので、もしよかったら川島に会いに来てくださったら嬉しいです。あれさ、どういうシステムなのかわかんないよね。なんか青海さん完売したのに、一時で完売したんですよね。なんかでもなんか買える感じになってたみたいな、わかんない、ちょっとルールがよくわかってない。そう、なんかそう、2時で、あ、そう、支払い不備は分かったけど、なんで青海さん1時で完売ん？って思った。ちょっとよくわかんないです。そう、みっちゃんと池田が完売しました。おめでとうございます。あ、やばい、時間やばい。ランキング読みます。13位 QD4 さん、ありがとうございました。12位ユッキーさん、ありがとうございました。11位バーシックさん、ありがとうございました。10番さん、忘れっぽいもちさん、ありがとうございました。 9位エイジさん、ありがとうございました。8位ユリコスさん、ありがとうございました。7位ドバシさん、ありがとうございました。6位カミピーさん、ありがとうございました。5位